退職開始。お願いします。袖美写負けたのに次4段当てる。2段に負けたんだよな。いやきついっすね。ということで三軒対袖美写になりました。端歩はついておきたいところですね。これはよくロガーさん戦で指される戦型に近いですね。5四歩型5三銀型の。まあ、3七桂4五桂から3一角みたい手を狙っていこうかなと思ってて、まあ馬は作れるということで、果たしてどこまでメリットがあるんだろうか。で相手も方も3七角とか打ってくるのかと思ったが、うん、これはすごい手。2分30秒いいとくかなんかこのライン怖いな。うーん、難しいですね。ちょっと端歩ついたのもメリットかどうかは何とも言えないですかね。ちょっと難しい。なんか下手に5六歩とかつくとやっぱ角のライン厳しいし、この手も将来的に角のラインがどうかなっていうところがあるので、まあちょっと同じくやっていこうか。難しいですね。お互いちょっとやっぱ角には気をつけなきゃいけないので難しいところ。歩が入ったらお互い7五歩からついていきたい。だから歩をあんま入れないように、結構神経使う展開ですねこれ。あまり考えてないような形に見えて。2分。難しい、本当に難しいぞこれ。4五桂打っちゃうべきなのか。いや自分から打たれるな。5六つくべきだったか。5五桂がありますね。角金は結構きついな。良くない瞬間にやられましたね。1分30秒。早くなりそう。なんでもらった桂馬を使って狙いはこっち3一角。まあ、3一角から、まあでも3二じゃないな。攻めをつないでいきます。飛車はちょっと多分使えない。やっぱかわすんですよね上手い人は。駒を補充。仕方ないか。桂馬取られて、あ、そうなんだ。逃げる手は慣れるからいいと思ってましたね。1分。若干うっかりな気もしますが、銀打ちからこれ結構厳しそう。成りか、桂馬ですね。そっちの方がいい。成り銀次寄せる手があるので、
車か、競馬じゃないのか。角がいいとこに。時間もないしね、難しいね。この桂馬も最終的に使っていければと思いますが、嫌ですね、嫌だな、金打ちたくなかったな。角がいなくなればと思ってる。まあ7三角とか打っていく手もね、取るしかないか。受けて、しっかりここは受けて、で角いなくなった瞬間に絡んでいく、それが狙い目ですね。で、まあ、切るしかないですよね。金が欲しいんですよ。厳しい戦いをよく乗り切ったな。受けて。